はい、皆さんこんにちは。今日はちょっと変わったものを書いてみたいと思います。何を書くか、今テーブルの上に並べてあるんですが、それを、カメラを動かして写してみたいと思います。はい、たくさん集めてみました。これいろいろ同じものもたくさんありますが、これは工具ですね。いろんな工具、これを書いていきたいと思います。まずはじめに、そうですね、金槌、これはよく知ってますね。金槌でもいろんな名前がありまして、これはちょっと弦の、ここに置いて写すのではなくて、見ながら書いてください。ちょっと難しいですが、まあ、ここまっすぐ置こうかな。こうにして書いていきます。この辺から少し早送りでやってみたいと思います。次はよく、皆さんこれはよく知ってますね。ペンチ、ものを挟んだり曲げたり、たまには針金を切ったりします。これも書いてみたいと思います。こんな風にしながら、どんどんいろんな道具を画用紙いっぱいに書いていってください。これはドライバーですね。ネジ回し、ネジ回しでもいろんな形があります。これはモンキーって言って、スパナって言いますね。どういう風に使うかわからない道具もあると思いますので、もし興味があれば、これ何使うのって聞いてください。先生がこれはこういうふうに使うんだよというのを説明します。こう電気で動くようなのもあります。はい、出来上がりましたので、色を塗っています。色も3色4色5色、少しずつ増やしながら塗ってきました。はい、出来上がり。